投手。何が何でも出塁してやろう、そんな打席からの気持ちも感じます。はい、お疲れ様です。今日 iPhone で今撮影してます。時刻が4時10分。この後ね、4時20分から手積みです。ここはね、西広島駅の近く、濃いですね、濃い西区の濃いにいます。今ね、ちょっと夕方なんで、あ、ちっちゃ、思ったよりちっちゃかった138円でね、このファミマでアイス買ってきました。うん、たっぷりチョコチップバー。あ、パリパリしそう、確かに中までパリパリ、美味しい。うん、今日は貧乏くじ引きましたね。もう昼過ぎの時点で現場がはけて、いや、オイル交換しに行ったんですよ。で、オイル交換が終わって無線入れたら、もう夕方まで仕事がなくて、で、僕が待機のトップで、で、今から行く手積みの現場が当たりました。この現場ね、1ヶ月前ぐらいかな、あの時も僕が当たってからね、あの時はね、4時50分だったんですよ、時間指定が。うん、カープのラッピング電車が行った。まあ、俺の顔なんか撮っとる場合じゃなかったね。インカメラじゃなくて外側に向け撮って、今あのカープのね、新井監督とか選手のラッピング電車が見れたのにね。ついてないね。いや、ついとるか。俺は見れたもんね。ラッピング電車が。まあ、また貧乏くじ引いてしまったんで。まあ、4時15分ぐらいにね、違ったわ。待機の方終わりですっていう無線が入りました。はい。俺以外全員帰りましたね。まあ、4時15分頃ちょっとね、フライングしてからね、現場の前行ってみようと思います。まあ、おそらくもう滞在は降りてきとると思うんで、なんかマンション、この近くにね、コープマンションってあるんですよ。うん、そこの現場。道広いんですけど、一方通行なんですよね。うん、これ美味しいわ。なんかさ、変に1個300円とかね、250円とかするアイスより、こんな分の方が美味しい。これでうまいわ。うん、エンジン切っとったら暑いね。窓開けとかに。はあ、ノーアウトランナー2塁1塁、バッターボックスは上里。ん、3対0広島カープがリード。 なんかピンチで投げればいいで先制を送るか。ノーアウトランナー二塁一塁ちょっとな。うん、あー、うまい、これほんとうまい。めちゃくちゃ甘ったるくもなく、今日ファミマデーだったな。ファミマデー、昼飯もファミリーマートで買って、
夕方のおやつにパンが出たって、まあいいでしょ、貧乏くじ引いたけ。目標30分で積み込みして出たいですね。当たり外れはないね。ああ、うまかった。よし、何時になった？あ、いい時間になったね。ちょっくら現場に行ってみます。後ほど。はい、じゃあね、積み込み完了して現場出ました。20分ぐらいで積み込み終わりました。まあ先方さんがね、一人手伝ってくれたんで、でコンテナの横に、あ、廃材の横にコンテナ下ろすことができたんで、すぐ終わりました。iPhone の画質もね、捨てたもんじゃないですね。やっぱこれ結構古い、もう iPhone11 Pro Max ですけど、僕が YouTube 始めてちょっとしてから、走行動画撮り始めてちょっとしてこれに機種変更したんですけど、もう3年経ちましたね。いやー、月々の支払いも終わったんで、このスマホをね、毎月4000ずつぐらい払うったんかな。そうそう、はい。で、ああ、貧乏くじと言ったら、まあ、貧乏くじというか、まあ、貧乏というか、またね、あれが来ましたよ。住民税が。住民税じゃない、固定資産税が。年に一回、固定資産税がね、84,300円来とったかな。来てましたんでね。で、来月は、車の税金が来るでしょ。ね。貧乏この上なしってね。大変です。はい、まあ笑っときゃなんとかなるだろう。まあ冗談ですけど、まあ家に車にね、子供の学費に、もう今一番大変な時期だと思ってね、とりあえず一日一日やっていこうと思います。先のことはあんまり考えず、ね、みんなもそんな感じでしょ、多分子育て世代の方は、一般的な方はね、頑張っていきましょうで、ああ G7 のもう残り20日ぐらいになったかな、 G7 まで、20日、30日切ったもんね、もうね。だから来月の5月18から、22?23? ぐらいまではちょっと交通規制がこの辺は敷かれるんで、あと山陽道とかね、交通規制があるんで、ちょっと仕事にならんと思いますけどね。まあまたその時に仕事の運行の模様をね、お届けできたらと思います。はい、G7 僕呼ばれてないんで大丈夫なんで、ということで今日はこの辺でお開きにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。